今日やるのは、とりあえず大外刈りをやってみてください。もうちょっと。その時に、聞いてるよ。体落としで相手が背中に来るような位置に入ったらダメだから、もう入る時にこの辺に足がついてお尻が半分だけ当たるぐらい。聞いてる？うん。なんつった？お尻半分。どういう意味だろう？聞いてなきゃダメだよ。ね。ちゃんとコントロールするんだ。ただ入ってこうやって入ったんじゃ意味がなくなっちゃうよ。ね、トトーンと足が引っかかるぐらい持ってください。もっと出して。相手の足が引っかかるぐらい。腰曲げない。膝を曲げない。膝を曲げない。ね。腰を曲げない。膝を曲げない。膝を曲げない。膝を曲げない。これで耐えろ。耐えろ。耐えろ。耐える。膝を曲げて耐える。耐える。この状態で体曲げないで、膝残さないよ。やっぱりこういう筋肉が必要なんだよ。で、今日やってもらうのは、ね、今日ギュッと高速入りました。ダメ、ダラダラ受けたらギュッで踏ん張ったら、今度はこう手の甲もしっかり受けるんだよ。で、大体大外受けたら、今度引っ張り出して、はい、お前ちゃんと立ってて、大外まで受けます、かけて。で、かけて、たら戻ったところにポンと返るから。ね。はい、大外かける。かける、ギュッ。で、戻ったところに返るとし。ね、これちょっとやってもらうから、はい、このままにやってください。しっかり歩かせるんだよ。グイッと押してって、押し込んでって、大外でグイッてって相手に止められたら、そしたら引っ張り出して払い腰、もっと手つるんだよ。前に明かり、明かりもやんだよ。はい、上手。はい、礼してください。はい。